んにちは、KZP プラスです。金河新年プラチナチケットガチャを引いていきます。まだ入手できるイベントが来るのかわかりませんが、とりあえず、主要な正月イベントが終わったので、チケットを消化します。242枚あるので5連を9回で45連、引けますね。17枚残る計算になりますが、とりあえず5連分のみ引きます。とりあえずニュースタイルが現状の当たりスタイルになります。見てください、ニュースタイル。ここ何日かイベントもあんまりなくて、動画も上げられない状態だったので、何とぞ、SSO。SS 演出来たー。これは誰だ？ミューズ様が寝てるー。そして、銀の手は消えない。ロマサガさんの、沼イベントクリアのシーン。シャールですね。これは所持、しています。このシャールや技術とか術、どっちつかずになっちゃっていまいち、使いづらいんですよね。螺旋回廊の方のシャールを入手、すれば、活躍するようになるのかなー。原作では銀の手をシャールに与え、ることで攻撃力がアップしますが、他のキャラに銀の手を与えると、攻撃回数が1回増えるということで、原作でも、シャールがないがしろに、されがち？いや、私だけかも。SS 演出来ないですねー。さすがにシャールのみだと、悲しい、笑、戦力にもならないし、ミュウでもない、ので。スタイルレベルはまだ上げられるのですが、今オーラム不足で、困ってるんで簡単にスタイルレベル、も上げられないんですわら。さあ、そろそろ来ていいよ、ミュウスタイル、SS 演出。SS 演出やっときました。これは誰だ？これは見たことない、イベントのシーンだなー。リユニバース、のオリジナルストーリーかな。ヴァンパイアレディですね。もともとはロマンシングサガニのただの、雑魚敵キャラのヴァンパイアレディの、ことだと思うのですが、私は、最初から、このゲームをやっていないので、どういう経緯でこのキャラが実装、されたかわからないです。ただ、ニュースタイルだし、イラストが、可愛いから嬉しい。買ってみたいな。おお、また、SS 演出が来ました。これは嬉しい。誰だ、誰が来る？このグラフィックは、探すか、陶芸か。有田焼を逆から読んで、キタリアーだ。これはなかなか嬉しい。水術キャラで回復術を持ってるので、使いどころはあるかもしれないですね。素晴らしい。ただ、実装時期がかなり前のようで、アビリティがそこまで良くないみたい、です。でもニュースタイルなので当たり。いやー、今日は、なかなかの成果だと、思います。SS3 体引けて、2体がニュー、スタイルだったので、かなり嬉しい、です。ヴァンパイアレディなんかは、グラフィックが結構可愛いので、使
ってみたい感じもしますが、ラン、スタイルなので、スタメンはなさそう、です。せっかくこんなにキャラいるから、無駄にしないで、活躍させる場所、欲しいなぁ、わら。ご視聴ありがとうございました。